はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、昨日のですね、鈴木バイオリンの、3S、ね、W150-19800円、おかげさまで大好評で11分で売れました。8時にセットをしとくじゃないですか。一番早い方のメールが8時、20時、11分でしたからね。その後も20人ぐらい来たのかな。で、今朝も電話何本も来まして、ありがとうございます。本当に大好評で嬉しい限りです。まあ、本当にジャパンヴィンテージってそういうふうに、まあ、安いんだけどもめっちゃいい音しますもんね。さあ、じゃあそういうわけで今日はですね、昨日は名古屋鈴木バイオリンの 3S でしたが、今日は同じ、まあ、分家ですね、木曽鈴木バイオリンです。木曽鈴木バイオリンの昨日と同じなんですよ、 W150。 でもね、やっぱりほぼ同じ70年代、まあ、中期だと思うんですけども、だいぶ印象が違うんですね。ほら、3ピースバックでめちゃくちゃ豪華な感じします。で、もちろんね、これもう40何年、もう50年近く経ってますから、それなりに傷とかも打痕とかもあるんですけども、また素晴らしくキラキラするわけよ。で、これ笑っちゃうぐらい。でも、まあ、そうやってもさっき言ったように細かい傷とかありますから、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。まずは、ボディートップなんですけども、多少こう傷とかございますね。ここまずほら、ちょっとだから剥げた感じ。あとね、ここ擦り傷若干ございます。ちょっとカメラだとね、そんな目立たないんですけど、まあ、艶自体はね、やっぱりいいんですけど、ところどころここもちょっとだから分かんないか。ここ今画面中央、ここね、はいはい、こんな感じ。中のラベルはこんな感じです。 W150 と確認できます。はい、フレットはね、そうだな、7割ぐらいって言っておきましょうかね。多分これローズウッドの指板ですね。ここの辺がね、2、3、4、若干減りがありますけど、まあ十分弾けます。はい、ヘッドこんな感じ。鈴木バイオリンね、鈴木と書いてます。鈴木バイオリンとは書いてません。はい、若干ヘッドに傷、この辺1箇所2箇所ここにもありますね。ここ目立つかな。はい、ペグはね、オープンタイプのペグでございます。こんな感じ。まあ、細かい打痕が、まあ、そんな目立たないですけど、ちょこんとございます。そして後ろの方もここにちょっと傷があるんですけど、この3ピースバックが美しいですね。なかなか綺麗です。後ろはね、まあまあ表より綺麗だ。はい、サイドもまあまあ綺麗。ちょっとここに傷がありますね、画面中央。はい、はい、こちら側もこんな感じ。ここにちょっと画面中央傷がございます。はい、こんな感じでございますね。え、もう最近ほんと年々少なくなってます。70年代の木曽鈴木バイオリンの W150 です。はい、いかがでしょうか。まあそれなりにね、傷とかあります。さあ、弦高です。6弦12フレット上で約 2.3 か4、ね、ナット幅がだいたい43ですね。そして握りがですね、昨日のはちょうど三角だったんですけど、割と普通に滑らかな U シェイプというか、かまぼこというか、そんな感じですね。まあまあ、でも厚みはそんなないです。さあ、じゃあ早速音ですね。開放弦どうですか。まあ、昨日の動画とね比べてほしいんだけど、僕いつも言うんですけど、基礎の方がね、高音がキラッとしてる感じがする。ほら、うわ、高音が綺麗だね。ちょっと指でサウンドホール真上、ブリジョリー、名古屋鈴木バグリン 3S もそうなんですけど、ピックで弾いた感じも指で弾いた感じもそんな変わらないくらい、指でもこうキラッキラ感すごいんだよね。すごいわ。いや、いいなこれね。どう
うですか、このまあ古いんですけど、この3ピースバックも素敵ですよね。なんかでも古いギターってちょっとこうなんていうの、不思議な感じがするのは僕だけでしょうかね。もちろんこれ昨日と同じでオール合板なんですよね。別に高級じゃないし、いい材も使ってないはずなんですけども、なんか不思議なね、奇妙な、もう世にもね奇妙な話なんですよね。だからこれがやりたかっただけこれちなみにあの YouTube でねギターのレッスンやってる先生がいるんですけど、これやってたんですよ、これ誰でもすぐできるっていう、これね面白いね、これこのコードで、まあ本当にもうちょっと違うんですけどね、今適当に弾いただけですけど。さあ、そういうことでこちら、1970年代の、木曽鈴木バイオリンね、長野県の木曽です。いいとこなんですよ。僕このねチャンネルでもしょっちゅう言ってるんですけど、僕も何度も行きましてね、そこにあの地工房っていうねめちゃくちゃ美味しい蕎麦屋さんがあるんです。皆さん行ったことある人います？もう行ったことない人、蕎麦好きの方はね絶対一回行くことをお勧めします。もう本当に俺ね正直それまでね、正直そこ行くまで、こんなこと言うと蕎麦屋さんに失礼なんだけど、これ蕎麦って蕎麦でしょ要するにっていうね、そういうノリだったんですね。蕎麦ってそれ別にごちそうじゃないでしょうと思ったんだけども、そこ行って食べた時はもう感動しましたもんね、本当に。特にあの蕎麦好きの人からするともしかしたら邪道かもしれないんですけど、イカスミ蕎麦っていうのがあったんですけど、もう感動したね。とにかく一回行って食べてみてください。それ感動します。そしてやっぱその地方に行ったら、あここに昔木曽鈴木バイオリンがあったんだと思うとね、またね不思議な気持ちになります。それこそ不思議な気持ちかね、4人でも、はい、もういいそんな感じ。はい、ということでこちらね70年代の木曽鈴木バイオリンなんですけど、 W150 ケースがね、これこのまま裸できたんで、今回はあのちょっと問屋さんから仕入れたこの一応まあソフトケースですね、一応新品です。こちらをお付けしますので、これをお付けしてお値段が税込みで19,800円です。ジャパンヴィンテージね、毎度言ってますけども、年々も状態のいい弾けるのが減ってきてます。日本の文化と言ってもいいぐらい、こちらのジャパンヴィンテージをどうぞ弾いてやってください。お安いですからね。ということで今日もですね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。